こんにちは。2019年3月の25日です。今、静岡県の電波のアウトレットにいます。いや、後ろ、これちょっと薄いけど、富士山です。ね、あれ、ちょっと待ってた。そうそう、雪が止まってます。めっちゃ積もってます。いや、すごいね。アウトレットめっちゃ人いる。いや、すごいね。ということで、でこっちは桜、桜のでまだ咲いてね、これは開花まだそうです。はい、ちょっと今アウトレットにいまして、まあ2泊3日で僕の実家愛知県に帰ってました。今ついでに途中で富士宮焼きそば食べて、アウトレット行って今が東京帰ります。めちゃくちゃ恥ずかしいどうでした？今日ちょっと止まったからね。なんでじゃああとどうだった200人かは、毎日は楽しかったです。そうですね、桜は見れなかったですけど、まあ東京、新潟、あまあ東京はどっかで、まあ新しい地域みたいなと思います。はい、寒いねやっぱね。なんかいいことある？はい、じゃあまたね、ありがとうございます。